内向型の人がいけないバリアを外すには5つあります、はい、1、自分が興味を持っているトピックについて話すことを試みる、うん、私はこれが好きです、うん、って言ってくれれば、うん、僕はどこが好きって聞きますよ、うん、僕だったらついていけなくても、例えば宇宙の話とか、宇宙の話とか、じゃあ何が面白いって、僕多分そこでインターステラー見たんだけどさ、はい、で僕は僕で多分、うん、僕の話をしちゃうのが、はい、多分、はい、問題なんですけど、うん、でもそういう分かりやすい説明をしてもらえれば、うん、乗ってくれるとは思うんですけどね、まあ、乗りやすい雰囲気かどうかはありますけどね、話しやすい雰囲気があるか相手に、あ、そうですね、うん、あの一部を腐すわけじゃないですけど、はい、僕って別にあんまり音楽詳しくないじゃないですか、はい、でバンギャの女性と喋ってる時に、はい、なんかその特定のバンド名出すと、はい、それは違うみたいな、はい、なんかどうでもいいじゃないですか、僕からする、僕からすると、うん、でそのこだわりをどけてもらえれば、うん、話ができるのになって思うんですよ、そのこだわりを話したい人たちですよね、あで、うん、だとしたらそれは違うってペンってするんじゃなくて、うん、その違いを、うん、あのユーモアを交えて話をしてもらえると、うん、面白いねになるじゃないですか、それは分かるんですけどね、あそうですか、なんかそれは違うって言われて、あ、まあ、それは違う、コミュニケーションがバンって終わっちゃうと、うん、なんか あなたはそういう人ねってピッてやられると、うん、もうそこで終わっちゃうじゃないですか、うん、じゃなくて、うん、いや違うんだよと、うん、ヘビメタにはねこういう歴史があって、うん、ここで分岐するんだよみたいな、うん、で僕が好きなのはこっちだからみたいなのを言われると、うん、それは面白いになるんじゃないと思うんです、それは面白いになるかどうかは分からないですけどね、興味を持てるかどうかじゃないですか、なるほど、でも、まあ、悪意はないんだなっていうのは分かります、ああそうそう、はい、それはいそれです、うん、で2番目コミュニケーションのトピックを準備しておく、うん、予期される場面であれば何をしゃべるか、うん、っていうと僕だって昔は、はい、女子に家に電話かけるときは、うん、何を喋るかをちゃんと前もって箇条書きにして、この順番で話題を振るはやってましたよ、うん、3、相手に質問することを試みる、相手が話す内容に関心を示し興味を持つことで相手との共感が生まれることがあると、うん、あ出た、これ強い、ボディーランゲージを意識する、うん、ことで、自分の表情や身振り、はい、相手に対しての視線などを意識することで相手とのコミュニケーションがスムーズになります、うん、隊長僕が喋ってる時ね、うん、まあまあここで眼鏡拭いてるんですよ、はい、僕はこれ編集してる時に泣いてますよああ隊長は俺に興味がないのかとかって思いながら、うん、はい、はい、であとは5、少しずつコミュニケーションになれるように取り組む、一度に全てを変えようとせず少しずつコミュニケーションの機会を増やし、うん、慣らしていくと、うん、僕がこの中で有用じゃないと思ったのは、はい、相手に興味がある、うん、素振り、うん、と箇条書き、はい、何を喋るか、うん、っていうことで、うん、ある程度その苦手意識って克服できるんじゃないと思うんですけど、その要は内向の人って多分自分に意識が向いてるって話じゃないですか、相手がどう受け止めるかが分からないみたいな、こんな質問をしていいのかどうかみたいな、これが正解かどうかなんか分からないみたいな感じだと思うんですよ、失敗したらどうしようみたいな、はい、自分の思いをこう言ったら傷つけるかもしれないとか怒らせるかもしれないとか嫌な思いさせるかもしれないとかつまらないって思われるかもしれないとかで黙っちゃうんだと思うんですよね、はいはいはい、なのでこうメモしてもそれが正解かどうか分かんないじゃないですかみたいなで多分徐々に慣れてきましょうみたいな話なんだと思うんですよね、こういう話をすればある程度会話が続くとか、内向型はシンキングもフィーリングもどちらもそんな感じなんですかね、多分、あだからあの趣味について話すとかだったら話せるんだと思うんですよ、自分の趣味、自分の特化したものを T の人は論理的にずっと話せばいいんですよって話じゃないですか、それならできますよって話なんですよね、ユーモアを交えて、ユーモアが分からないって話なんですよ、ユーモアがあってくるとユーモアこれって本当に正解なのかみたいな話になるわけじゃないですか、
で、ただ単に淡々とこれを説明するみたいな話は多分できると思うんですよ。でもユーモアも、うん、ドクターストーンってアニメでも言ってますけど、はい、チャレンジと、うん、あ、だから失敗の繰り返しですよ。それをやりましょうって話だと思うんですよね。スキルとして身につけましょうだと思うんですよ。ユーモアは、はい、スキルと見せて、僕がどれだけ傷ついてきたかって話あ、僕も上手いとは思ってませんけど、はい、でもそれを苦にせずやってきたわけですよね。好きでやってきた感じです、はい、でそれを逆にこうやめてくださいって言われたら苦しいわけじゃないですか。苦しいですね、はい、僕のいいとこがあって、はい、真面目じゃないのでそこしかないんですもうちょっとこれからは全て論理的に話してくださいみたいな、ユーモアは不要ですみたいなこと言われたらつまんないわけじゃないですか。もうチャット GPT 読むだけですよはい、人前では話が下手だから躊躇する、うん、少数からじゃないですか、はい、1対1からとかマンツーマンでも人前なんですかね。なのでこう人が多くなればなるほど多分躊躇すると思うので、まずは1人から2人になってみたいな慣れですね。だからまあ相手を選ぶ必要もあると思うんですよね。聞いてくれそうな人、優しそうな人、あ、だと、うん、内向型の人には内向型の人に目をつけると、いや内向型の人は反応が薄いですよ。ああ、こう分かんないじゃないですか投げかけた言葉が、うんって確かに、はい、なんか外交で明るくてみたいな話取ってきますよ。話取ってってもそこで盛り上がればまあいいわけです。確かにね、キャッチボールができれば。確かに、うん、だからまあ相手を選ぶ必要はあるかなって。一方的に話されても何のトレーニングもならないんで。あと ISFJ の人とかモテそうですよね、はい、うまくアピールできれば、うんうんって。そのうまくアピールが難しい話ですよ。だからまあそーっと近づいていくんじゃないですか。あ、はい、気づくと隣にいて話を聞いてるみたいな会話の話。コタさんは自分は知識もかなり少なく、うん、誇れる自分の趣味の話や共通の話題とかもなくかなり苦労した。思ったほどペラペラ喋ってそうですけどね。そう、彼は多分相手に寄り添えるんですよ、うんうんうん、まあ、相手の話に、あ、そうそう、寄り添える、うんうん、でおそらく、うん、愛の人は多分やっぱり自分が強いんですよね。おそらく自分が強いというか怖いんですよ多分外の世界が。なるほど、はい、で怖いところに行けって言われてるから勇気を振り絞っていかなきゃいけないから、こうちょっとずつこうあ、ここまでなら大丈夫って進んでいかなきゃいけないのかなっていう。あ、だとやっぱりなんかアクティビティとかそういう何か、うん、共通の趣味みたいな、な、うん、グループに属するのはいいかもですよね、うんうん、やっぱり、うんうん、だからまあ肯定的な人、仲間みたいなのが集まれば、集まる場所がいいのかなっていう。討論とかすると怖いじゃないですか討論だと逆にもうE で F なんてもう、はい、勝ち目ないですよはい、なるほど、うん、勉強になりました。はい、まあ、そうですね、相手のニーズ、相手のニーズ、あ、これは僕だけか多分。あの多分外交の人は相手のニーズだと思うんですよねわーって自分ばっかり喋ってるので、はいはいはい、相手に喋らせることみたいな、思ったことをヤンバルさん話しても相手の反応が薄いと外交型でも困惑してしまうだろうしと、うん、そう、僕もやっぱりね今でも体調には、うん、ちょっとジャブを打ちながらです、はい、ジャブを打ちながら、うん、あ、笑ったなと思ったら喋、うん、っていいんだねと思って喋、うん、りますけど、はい、ちょんちょんってやって、うん、笑顔が少ない時は、うん、やめとこって言うのは思ってます、うん、で多分内向の人はそれをもっと強く感じると思うんですよね。あ、ダメだみたいな、あ、失敗したみたいな。なるほどだから外向の人の方がいいと思うんですよ。 E で P の人だから、 E で P の人モテるんじゃないですかっていう。なるほど、はい、分かりやすいですもんね、うん、というところで、はい、何か目標があるんだったら、うん、あの努力が必要です、はい、という動画でした。はい、はい